おはよう、あったかくなってきたからか起きるのが楽になってきた、嬉しい。さて今日のお弁当はご飯をたっぷり保温容器に詰めて、なめことネギの赤味噌汁をスープジャーに詰めてっと、あとは野菜炒め作る。もやしにお酒、みりん、ベーコン、お塩に胡椒、鶏ガラ、ウスターソース、ガーリックパウダー、それからレタス、いい感じいい感じ。この子もスープジャーに入れちゃってあったかなままでいてもらうよ。最後にほうれん草のおひたし、大根のきんぴら詰めておしまい。